国立台湾図書館823記念公園に、ある823大会、戦役勝利記念品グローバルモール中和店中核は、台湾に北市の区。台北市市中心地へ向かう通勤人口を多数、抱えるベッドタウンとしての地位を占めていると同時に、零細印刷工場が密集している地域でもある。中和区は、台北市の南西に位置し、台北市、英和区、新見世区、 土壌区に囲まれた地域である。元来同一地域であった英和区とは密接な関係があり、合わせて総和地区と称されることもある。元来は原住民の居住地であった、中和一帯はかつて排泄と秀夫の両者に分けられていた。帝政公が台湾を占拠した後に軍権が設置され、中高省と和省がこの地に設けられていた。 日本統治時代の1920年に大幅な地方改革があり、中高省と和省の文字を組み合わせ中華省が誕生し、台北州三山郡の管轄に置かれた。1945年に中華民国による台湾領有が行われると、翌年地方改革があり省を廃止して豪鎮が設置されることになる。人口3万人未満の中和省は中和郷となり、 1958年4月1日に、英和鎮が分離したことで、現在の管轄範囲が確定した。1978年には、人口は17万を突破し、中和市に昇格。2010年12月25日に、台北県が、新田市に改変されたことに伴い中枠に改変され、現在に至る。 区長国外外南西拡山から望む、ロサ山山とチナム山福特偶。ありがとうございます。